美味しそうだ。さあそしてこちらはブラジル料理のブースでございますね。さあこちらね、さすがやはりブラジル、お肉を焼かせたらねもう間違いないということで、今炭火で、ね、お肉を焼いておりますが、もう炭火からですねいい火力が伸びしろやっておりまして、お肉がジュー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 ってなんだよ俺。もう落としました。はい、もう一個言ってて、すみません、皆さん、食べ物紹介をしてますんでね。本当に足を引っ張らせたら結構いいでございます。さあ、はい、こちらブラジル料理をね今ご紹介させていただいている中、我々先ほどちょっとね差し入れで、はい、牛肉串いただきましたが、これがうまかった。はい、しっかり焼いてあるのに歯ごたえが柔らかくてですね、噛めば噛むほど美味しい、このね牛肉串が変わりました。そしてブラジルのソーセージ、今見てください、炭火の上にね、あれは肉汁でしょうか、もう溢れてた肉汁がね、少しこうこうね、この炭火の中で落ちておりますが、それがジュー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 ジこれがね、もちもち生地がですね、カラッと揚げられておりまして、その中に鶏肉とクリームチーズがこう入っており、これが本当に美味しいんですよ。で、その他にもね、牛肉のコシーニャ、コシーニャという料理がね、ブラジルのブラジル料理ですけれども、ちょうど大きめの雫のようなね、形をしてます。これ美味しいですよね。カリカリもちもちで、中もですね、非常に美味しい料理になってますから、ぜひ、いろんな、これの、これは何でしょうね、ベーコンチーズのボリーニョ。これはですね、ボリーニョというのも、やはり、ブラジル料理のものなんですね。これもやはり、くるんであって、もちもちカリカリといった形でございます。あとこれ、ハムチーズのパステル。これどうですか？あ、パイ。パイですね、これは。パイですね。フラダンスのあのまま口の上で、あとは平たい、これは美味しそうでございます。さまざまな美味しいものたくさんございますが、ぜひこちらのブラジル料理のお店行ってみてください。これもよろしくお願いします。石井さん、ここ行った時にちょっと聞こえたんですけど、はい、かき氷ね、はい、僕飲んだんですけど、はい、石井の